こんにちは、はるなです。今回は模様編みのガーディーなスマホポシェットを作っていきたいと思います。材料の紹介です。笹箸を2玉、釘針を5号を使用していきます。サイズは外側が 20cm×15、 内側は 18×11 になっております。それでは早速作っていきましょう。まずは作り目から、鎖編み21目、21目で作り目を作っていきます。はい、21目編めたら1目鎖立ち上げて、今編んできた21目の裏山を拾いながら細編みを1目1目入れていきます。はい、端まで細編み入れていきました。続いて2段目です。鎖3目で立ち上げて、長編みを4目入れていきます。両端は絶対長編みが5目ずつくるようになっています。はい、長編み4目編めました。続いて鎖を2目編んだら、4目開けて、1234目開けて、5個目、ここに長編みを2目入れていきます。もう一回長編み同じ目に入れていきます。はい、続いて鎖を2目編んだら、この長編み、この隣の目ですね、長編みを1目、ここから左右対称に編んでいきます。鎖を2目編んだら、この隣の目に長編みを2目入れていきましょう。はい、続いて鎖を2目で4目開けて、5個目に長編み、長編みは5目入れていきます。両端は必ず長編み5目入るように、これからずっと編み進めていきます。はい、端まで編みました。2段目はこのような模様になっています。続いて3段目、先ほど同様、鎖3目で立ち上げたら、長編みを4目、前の段に合わせて入れていきましょう。はい、長編み4目入れられました。続いて、鎖を1目、1目編んだら、2目1度の長編みを前の段の長編みの目に合わせて入れていきます。はい、2目1度の長編み、続いて鎖を2目、鎖2目編んだら、前の段の長編みの目に中長編み3目の変わり玉編みというのを入れていきます。中長編みの3目一度、最後まで抜き切らずにもう一回引き抜くという形です。で、鎖を1目で、もう一度中長編み3目、3目一度の最後まで抜き切らない、1本だけ残して、で、ここでもう一回引き抜く、で、鎖1目もう一回やっていきます。で、続いて鎖を2目で、2目1度長編み、前の段の長編みの目に合わせていきます。で、鎖を1目編んだら、
長編みを5目。これで3段目は完成です。で、これからこの今の2段目と3段目を繰り返し繰り返し編んで模様をつなげて大きくしていきます。鎖3目で立ち上げて、同じように長編み4目、先ほど編んだ2段目の模様編みと同じ模様になっていきます。先ほどは細編みの目に合わせて入れていきましたが、今回ここからはこのような感じで長編みを入れるところがこの中長編みの間のこの空間のところですね。ここに長編みを2目入れていきます。長編み2目入れたら鎖2目編んで、長編み1目はここのてっぺんですね。で、左右対称に編んでいくので、鎖2目編んだ後のこの長編み2目もこの中長編み3目の間のところに入れていきましょう。で、鎖2目編んだらあとは長編み5目、このような感じで模様編み2段目と3段目を繰り返し繰り返し編み進めていきましょう。はい、でこの模様が 1,2,3,4,5,6 6個分編んでいきました。で、6個分編めたら最後細編み2段分編んでいきます。まずはこの長編みの目に合わせて5目細編みを入れていきましょう。はい、細編み5目入れました。で、続いてこの模様に合わせて入れていきますが、この鎖1目のところにまずは細編み1個で、今度はこの鎖2目のところ、ここに細編みを2目、中長編みのこのてっぺんとその間の鎖に合わせて1目ずつ、この部分ですね、 1,2,3,4,5 って感じで5個分細編みを入れていきます。はい、5個分5目入れていきました。で、ここは鎖2目なので、ここには細編みを2目入れていきます。続いてこの鎖1目のところ、ここに細編みを1目、はい、そしたらあとは長編みに合わせて5目、細編みを端っこまで編んでいきます。始まってきました。あともう一段細編み編んでいきます。この段はもう今編んできた細編みに合わせて端っこまで編み進めていきましょう。はい、端まで編めました。これで片面完成です。あとは端折りをしていきます。
鎖1目でロックしてからカットして、この糸端を内側に入れていきましょう。で、2枚目は糸端処理せずにこのまま続けて端っこを編み合わせていきたいと思います。このように重ねて糸が出てる方を下に、ここから編み合わせていきます。まずは鎖1目で立ち上げてから、このてっぺん細編みに段分あるところですね、細編みには1目、細編みと細編みの段を合わせて細編みですね。で、次も細編みなので1目ずつ合わせていきます。で、ここからは長編みの目になっていきます。長編みの目には細編みを2目、1回2回と入れていきます。で、ここからはどんどん長編みの段になるので、同じように2目ずつ細編みを入れて編み合わせていきましょう。で、端っこまで来ました。で、最後1段細編みあるので、ここは1目目に合わせながら編んで、これで端まで来ました。で、底の部分は作り目の目に合わせて編み合わせていきます。ここはそのまま目に合わせていれば大丈夫です。はい、底の部分端まで来たらまた側面です。細編みの目合わせて1目、で、ここからは長編みの目なので2目ずつ細編みを入れて編み合わせていきます。はい、こんな感じで2目ずつ編み進めて、あと残り2目入れていきます。細編みの目に合わせて2段分ですね。はい、一応これで編み合わせは完了しました。で、ここからもう少しガーリーにちょっと周りを飾っていこうかなと思います。ぐるっと装飾をしていきます。ここで鎖1目で立ち上げたら、まず最初の1目は細編みを入れていきます。で、細編み入れたら隣に引き抜いて、こうですね、引き抜いて鎖を4目、1、2、3、4 4目、鎖で2目開けて3つ目に引き抜くだけですね。引き抜くだけで鎖4目編めたら、同じように2目開けて3つ目に引き抜いていく。これをひたすら1周端っこまでやっていきます。鎖4目、2目開けて3つ目に引き抜く、これを繰り返し端まで編んで、このような感じになりました。で、角も特に何も気にせず、同じように2目開けて引き抜いてっていう感じで、このように端っこまで来ています。で、一番端っこは鎖4目で2目開けて引き抜いたら1目余るので、ここに細編みを入れていきます。はい、あともう1段編んでいきます。鎖1目で立ち上げたら、この端っこの細編みのところに引き抜いて、鎖4目のこの半円のところですね、ここには細編みを5目、細編み5目入れていきます。
はい、細編み5目編めました。5目編めたら隣の半円のところに移って、また細編みを5目、この要領で細編み5目ずつ入れていきます。はい、端っこまでこうやって編み進めていきました。5目編んだら一番最後端っこの細編みにはこのように引き抜いた状態、引き抜いて糸をカット、そして端処理していきます。この糸は入れられそうなところに入れられればいいかなと思っています。はい、端っこ入れられたら余分な糸をカット。はい、ここからは持ち手を編んでいきます。まずは鎖編みを25目鎖を編んでいきます。はい、25目編めたら鎖1目立ち上げて、今編んできた25目ですね、25目の裏山をこのように引き抜いて、で次の目も引き抜いて、ひたすら25目分引き抜いて引き抜いて端っこまで編んでいきましょう。はい、25目分引き抜いてきました。ここから模様っぽく編んでいきます。鎖を2目編んだら続いて長編みです。長編みを入れていくのはこの引き抜いてきた最後の目ですね。ここに長編みを入れていきます。はい、続いて鎖1目編んだら2目一度の長編み入れていくのは、さっき長編みを入れたとこと同じところです。2目一度の長編み、はい、次の段です。ぐるっと。したら、さっきの鎖1目のこの間ですね。ここから引き抜いて、あと同じ鎖2目編んだら、この間から長編みを1目入れて、鎖1目編んで、2目一度の長編み、この穴のところから入れていきます。これの繰り返しです。この穴のところから引き抜いて、鎖2目編んで、っていう感じで自分の好きなところまで編み進めていきます。この紐の長さは自分のお好みで編んでみてください。はい、こんな感じで自分のちょうどいい長さまで編んでみました。両端の鎖編みの部分は紐の長さとして数えず、模様編みのところだけで自分の好きな長さ、ちょうどいい長さにしてみてください。で、この編み方少し伸びるので、確認するとき、長さを確認するときはちょっと伸ばしながら確認するといいかもしれません。で、ここから端っこ好きな長さまで編めたら、また最後真ん中から引き抜いて鎖を25目編んでいきます。で、25目編めたら鎖1目で立ち上げて、25目分の鎖このように引き抜いて引き抜いて、また最初に編んだのと同じように編み進めていきます。こんな感じで端っこまで引き抜きできました。あとは糸をカットして端処理をしていきます。
はい、端処理したら完成です。編み始めの方の糸も処理しておいてください。はい、それでは本体につなぎ合わせていきましょう。この引き抜き編みをしたところ、ここで結んでいきます。結び方はもう単純に肩結びとかでほどけないようにしていきます。ほどけないように肩結びとは言っても、このような手編みを結んでいるのでほどけやすいかなと思うので、この端っこちょろっと出ている部分ですね、この端っこをもう一度この輪っか、この輪っかのところに通していきます。はい、これで完成、片っぽ完成です。もう反対側も同じようにこのように結んでいきたいと思います。ねじれないように整えてからで結んでいきましょう。はい、紐がつけられました。これでスマホポシェット完成です。真ん中に模様編みがあって、周りに飾り模様、そしてそのままの流れで模様編みの持ち手という感じで少しガーリーにしてみました。皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。